こんにちは。体の枝10万円勝負です。今日は2022年の3月16日、時刻は21時47分になります。現在の枝コインの値段は 95.83 と、はい、もういつも変わらない感じですね。はい、それでもここではね、2% 上がっているということになっていますが、今日1日の動きが、一旦ピョーンと伸びたんですね。はい、ピョーンと伸びて、また戻って。で今はちょっと半分戻しているという感じですけど、なんかこの上げがね、なんかもう、なんだろう、のろしを上げたみたいな感じになってくれてるんだと思うんですけど、はい、こちら日足でねちょっと長い目で見るとまだこんな感じだけど、ここがねあの下抜けずにちょっと戻ってきてるので、このあとねこれダラ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 上の方で推移してくれると期待が持てるかなという気がしております。ではツイッターの方見ていきます。はい、龍馬さん、体のが新しいスケーリングマイルストーンに到達、枝価格がまだ動かないですね。チャールズ・ホスキンソンが最初のヒドラヘッドが公開された体のテストネットでリリースされたという朗報を共有した。開発は驚くほど順調に進み、有価格も重要時価総額もわしは楽観的ぜよということです。はい、今日チャールズさんのこのツイートが出てましたね。はい、ちょっと英語なんですけど、まあ、この記事が日本語で、翻訳して読めるのでちょっとそちらの方で読んでみます。体の創設者チャールズ・ホスキンソンは元の論文の出版からほぼ1年後に公共の体のテストネットで発売された最初のヒドラヘッズの良いニュースを共有しました。一連のプロトコル最初のヒドラヘッズは体のスケーリングの旅の重要な要素です。ヒドラはネットワークのセキュリティとスケラビリティの向上を目的としたレイヤー2ソリューションのコレクションを指します。それはウロボロス研究チームの、研究の一部として考案されたが、元の論文の出版以来独立した道を築いています。そうですね、チャールさんが I'm extremely proud ということで、まあ、称えていて素晴らしいと言ってるわけですよね。で下の方に行きますと、ヒドラは大量のストレージを必要とせずにスループットを向上させ、待ち時間を短縮し、コスト効率の高いソリューションを提供することを目指しています。IOHK の最近のブログ記事によると、ヒドラヘッズは拡張未使用トランザクション EUTX をモデルの機能を利用して、複雑なソリューションを有効にする重要なビルディングブロックです。したがって、彼らは体のスケーリング層を構築するため、強力な基盤を作ります。スケーリングの旅の重要な部分ですが、最終的な目的地ではありません。ヒドラヘッズは参加者の小さなグループが多くの迅速な相互作用を処理する必要があるときに輝きますと。U2Day が以前報告したように、カルドノの創設者はバジルハードフォークが起こる6月以降に大きなプロジェクトの波が来ると繰り返しました。現在カルドノの500以上のプロジェクトが建設されており、IOHKは6月と10月のハードフォークコンビネーター HFC イベントに重点を置いて、2022年にスケーリングの改善のスルーを展開する予定だと述べていますということで、まあ、この人はねちょっと値段がまだ動いてませんよという話ですけど、チャート分析ですね。はい、なのでちょっと省略しますが、はい、6月にねすごいことになるぞと言っても、3月ももう真ん中ですし、4月5月ともうあと2ヶ月半過ぎればもう6月ですからね。はい、まあっという間ですよね。はい、クリプトバイソンズさん、ヘッディングホームフロムオンベリークールワークショップウィズサムオブザ IHK チームということで、こちらね、なんかワークショップだと言ってますけど、チャールさんもね、これティム・ハリソンさんかな、みんな頭振ってるんですよね、これ。はい。面白いです。で、チャールさんがこうやって GO って言って、はい。なので、この絵がね、今後いろいろ使われそうかなと、そういう面でしかちょっと見てないんですけど、この開発の内容は、はい、日本語にすると、ワークショップから家に帰ります。非決定論的アルゴリズムのアプローチを使用する音楽エンジンの順調な進歩、アウチケーシャーズこんにちはと言って立ち寄った時、トラックを作っていました。彼は自分が作成したものが好きだったようです、ということで、チャルさんが気に入ってくれたっていうことを言ってるんですかね。多分いろんな動画で自分画像とかでね、疲れるんじゃないかなと思います。はい、カルドのエイデンさん、動き出してきましたね。メタの CEO であるザッカーバーグは、近い将来 NFT をインスタグラムに導入することを取り組んでいますと。はい、コインテレグラフの方で日本語記事があるので読んでみます。はい、インスタグラムで NFT を導入することを検討中、ザッカーバーグ氏が言及と。はい、
メタ旧 Facebook のマーク・ザッカーバーグ CEO は写真共有のアプリ Instagram で非代替性トークン NFT のを追加する準備をしていることを明らかにした。私たちは近い将来に NFT を Instagram に導入するため取り組んでいるとザッカーバーグ氏はテキサス州オースティンで開催されたサウス・バイ・サウスウェストで語った。ザッカーバーグ氏は NFT の実装がいつ行われるかについては詳細を明らかにしなかった。プラットフォーマーのライターであるニュートン氏はザッカーバーグ氏は今後数ヶ月以内にインスタグラムのユーザーがプラットフォーム上で NFT を作成できるようになることを望んでいると語ったという、はい。昨年10月メタはメタバース関連のプロジェクトに焦点を当てるため Facebook からブランド名を変更している。ソーシャルメディア企業が NFT に対応しようとしているのはインスタグラムだけではない。 Twitter はそのプラットフォームにおいて NFT を実装する取り組みを進めている。プロフィール画像に NFT を使うというもの、レディットでも NFT をプロフィール画像にするテストを行っているということで、まあ、画像が頻繁に使うところはもうどん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 そうなっていくんですかね。はい、コインポスト、世界最大級のメガバンク HSBC メタバース系 NFT ゲームサンドボックスに参入と。はい、NFT プロジェクトサンドボックスは16日 HSBC との提携を発表した。同銀行はグローバル金融サービスプロバイダーとして初めてサンドボックスに参入すると。ザ・サンドボックスは世界で4000万ダウンロードを突破する人気ブロックチェーンゲームメタバースを舞台にゲーム内アイテムを NFT として制作販売することなどで独自の経済圏を提供するゲームメイキングプラットフォームだと。 HSBC は今後同ゲームの仮想土地を取得しスポーツやゲームの分野で活用を目指して開発を行う。ザ・サンドボックスは16日公式ツイッターでスポーツゾーンを展開することを発表している。現時点では詳細不明だが HSBC が参入するスポーツゲーム分野に関連するゾーンになると告知されていると。はい、来てますね。ザ・サンドボックスとの提携について HSBC のチーフマーケティングオフィサーは以下のようにコメントした。メタバースは拡張現実、仮想現実、拡張現実などの技術を使って人々が次世代のインターネットにある Web3 を体験する方法だ。 HSBC は新たなプラットフォームに通じて新しい体験を創造し現在及び将来の顧客そして私たちが奉仕するコミュニティに対して機会に満ちた世界を提供するための大きな可能性を見出している。サンドボックスとパートナーシップにより HSBC はメタバースに進出し新規及び既存の顧客のために革新的なブランド体験を創造する機会を得る。我々はスポーツパートナーブランドアンバサダーアモニカブランズと協力して教育的かつ包括的でアクセスしやすい体験を共同で創造できることに興奮しているということで、はい、ブロックチェーンとか仮想通貨には懐疑的だったということでほとんど HSBC の話なんて出てきたことないですよね。はい、でそこがね参入してきたということで、すごいことになってきたかなという感じがします。はい、組長ちゃん、暗号資産の送金もだけど国はやればやるほど手間や複雑さを加えるよねと。ルールを厳しくするの日本の得意分野って言われてるけど本当にその通りだと思うと。4月からの暗号資産送金ルールが大幅変更完全に終了かということで、推薦動画ですかねこれ載ってますのでちょっとこちら、開いてみます。はい、この方結論からねまとめてくれてますけど結論のところだけ読ませていただきますね。国内から海外取引所に送る際に自分の名前、住所、仮想通貨アドレス、送り先の名前と仮想通貨アドレス、取引目的が必要になる。国内取引所、ビットフライヤーやコインチェックなどはもう使わなくていいかも。バイナンス、バイビットを使い、クレカで主要コインを購入して、メタマスク等のウォレットで運用していく形が理想的。これでは何も変わりなく、今後も使えるので安心してくださいというのが彼の結論ですね。はい、まあ、ただ、円にね、変えるときの話は、やっぱり必要じゃないかなということだったと思いますけど、はい、気になる方ね、分かりやすく説明してくれているので、ご覧になってください。なんて方だったかな。はい、投資家綿菓子さんという方ですね。はい、直感 AIDA、NGA 支障発達障害支援プールさんですけど、鍵シップ NPO 法人申請書類を提出しましたと。厚さ5ミリ、重さ20ミリ、うんぬんと。ということでね、僕自身は4月の頭に、卒士1回目があるのでチームのグリでやりますということで学生をしながら SPO もしながら、NPO 法人も設立するということで素晴らしいですね。本当にSPO をやってる方いろんな活動されてるので本当に素晴らしいなと思いますね。で特にこういう社会貢献的なところっていうのがたくさんあって、はい、いろいろご紹介していきたいなと思います。はい、コインテレグラフ、欧州議会がプルーフ・オブ・ワーク禁止案に反対票、仮想通貨業界に大きな救済と。まあこれ、
あのね、もう何回も触れてますけど、ちょっと記事になっているので読んでみます。はい、欧州議会の経済金融委員会は14日、EU 内でプルフォブワークコンセンサスアルゴリズムを採用した仮想通貨が禁止される可能性があった仮想通貨市場なんとかなんとか草案に反対票を投じた。MICA 法案にめぐっては同法案の強硬な規制シナリオを警告していた仮想通貨業界にとって大きな救済となる。 MICA 法案は126の条文と EU 及び加盟国の機関によるその詳細な実施規格からなる規制枠組み、2020年に欧州委員会がデジタル金融戦略の一環として導入した。すべての主要仮想通貨とステーブルコイン、マイニングと取引プラットフォームの運用、中央銀行デジタル通貨、セキュリティートークン、ノンファンジブルトークン、分散型金融など幅広いテーマをカバーしている。14日の議会で最も注目されたのは、採決にかけられた2つの素案の間に大きな違いがあったことだ。そのうちの一つはプルーフォブワークを採用する仮想通貨の運用を違法とする可能性のある文言を含んでいた。問題なのは仮想通貨提供者に環境維持基準の遵守に関する詳細な計画の提出を求めるという点だ。ビットコインや他のいくつかの分散型システムの場合、既存の運営者や個人または集団の意思決定者が存在しないため、原則的にそうした詳細を提供することができなかった。そのため、プルーフォブワーク規制の草案は、そうした規制の行き詰まりを取り除くために、プルーフォブワークを採用する仮想通貨を禁止するという文言は消去されていた。欧州議会経済金融委員会のベルガー委員が先に断言したように、この問題文言は最終草案に出てこないはずだった。最終的に MICA の強硬派は議会に登場したものの、欧州議会議員の大多数からは支持されなかった。仮想通貨会社アンストップバルファイナンスの戦略責任者ハンセン氏が報告したように、 ECON 委員会の32人のメンバーは強制的なバージョンに反対し、24人だけが賛成票を投じた。はい、最後、プルーフォブワーク規制を含まない MICA への最終正草案は今後 EU 機関を通過していくが、プルーフォブワークマイニングの直接的または間接的な禁止は含まれていない。その代わり EU の最高執行機関である欧州委員会に対し、25年1月1日までにあらゆる仮想通貨マイニング活動を EU 持続可能金融分類に含めることを視野に入れた立法案を提示することを指示している。仮想通貨マイニングは2025年1月より前に持続不可能な活動だとして分類され、ヨーロッパ企業の欧州の支援や投資の対象から締め出される可能性もある。しかしこれはまだ全面的な禁止には程遠く、その決定はヨーロッパにおける仮想通貨の環境を劇的に変化させる可能性があるということで、まあ、禁止になったら禁止になったでね、プルーフォブステークが、まあ、注目されるだろうということですし、ただまあ、プルーフォブワークを禁止する合理的な理由がないっていうのがなんとなく、まあ、素人目にも分かりますよね、なんかね。はい、ということで、まあ、禁止はされなかったということですね。はい、では値段に戻りまして、95.78 円です。14,012.9×95.78 で元本が10万円ですので、計算しますと、124万2156円のプラスということになりまして、1242% のプラスということです。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。